今日はかぼちゃの煮付けを作っていこうと思います。材料紹介、かぼちゃ、めんつゆ、サラダ油、砂糖、塩、以上です。それでは早速かぼちゃを切っていきましょう。かぼちゃは中のワタを取ります。で、本当は面取りした方が崩れなくていいんですけど、めんどくさいのでしません。まずはかぼちゃを炒めます。炒めるとどういう効果があるんだろうね。炒めてもそんなに柔らかくはならない。油となじませる程度です。そうしましたら皮を下にして、皮が下になるように並べます。鍋の中で、はい、だいたい皮下、これはもうしょうがない。ここに煮汁の材料を入れます。水 200cc で、塩は少々、火をつけて弱火、落とし蓋をします。ナイフでアルミホイルでします。10分ぐらい煮詰めました。こんな感じ、めっちゃいい感じ。この後は煮汁が半分ぐらいに減るまでこのまま煮詰めていきます。だいぶ煮汁が減りましたので、火が通っているか確認します。お、めっちゃいい、いい感じ、通れば OK です。完成。今味見したけどめっちゃ美味しい。とっても簡単なのでぜひ作ってみてください。終わり。君と僕は空と海。